マリオシリーズスーパーマリオギャラクシー、スーパーマリオギャラクシーは、任天堂開発2007年11月1日に発売された Wii 専用ゲームソフト。テーマを重力として作られたスーパーマリオギャラクシーは、スーパーマリオ64とスーパーマリオサンシャインの流れを受け継ぐ 3D アクションマリオシリーズの第3作である。今作の冒険の舞台は宇宙にある。 様々な星である。星は大小様々な形状のものが存在し、冒険の中でスターを集めることになる。宇宙ステージは過去作でも参見されたが、今作は宇宙空間でのアクションがゲーム全体におけるメインの特徴となっている。冒険の拠点となる放棄星の天文台のギャラクシーを観測する場所から宇宙に浮かぶそれぞれのギャラクシーへ出発し、ミッションをこなしていく。 ウィーリモコンをもう一つ用意すれば、1プレイヤーの協力や邪魔をできるアシストプレイが可能。また、今作は宇宙を表現する新たな試みとして、マリオシリーズ本編では初となるオーケストラの生演奏を収録した楽曲が使用されている。海外の各ゲームサイトで高い評価を得た。イグノの2007年ゲームオブザイヤーを受賞。また、 日本ゲーム大賞2008年度優秀賞と第5回英国アカデミー賞ゲーム部門作品賞を受賞した。販売面では1280万本を記録し 3D アクションマリオシリーズとしてはスーパーマリオ,オデッセイに次ぐ2番目に高い販売本数を達成している。なお、韓国においては商標の都合上スーパーマリオウィーギャラクシーアドベンチャーという 独自タイトルでの発売となっており、ロゴも、ギャラクシーの部分が、Wii に変更されたオリジナルのものとなっている。2010年5月27日に続編として、スーパーマリオ・ギャラクシー2が発売された。2015年5月31日より、Wii U の任天堂 e ショップ s h o p で、ダウンロード版の販売が開始された。2020年9月18日に任天堂スイッチで、本作と、 スーパーマリオ64とスーパーマリオサンシャインを収録したスーパーマリオ 3D コレクションが2021年3月末までの期間限定で発売された。100年に一度ある星屑祭りの日、マリオに招待状が届く。招待状はピーチ姫からのものだった。ピーチ姫からの招待状を握りしめ、マリオがピーチ城に到着するとそこは星屑祭りの真っ最中だった。 だが、突如飛行船に乗って、クッパが登場。我が輩の作る新しい銀河の誕生に立ち会ってもらう、というクッパのセリフと共に、またまたピーチ姫が、ピーチ城ごとさらわれてしまう。そして、クッパたちは銀河へと消えていった。マリオは、クッパの手下、カメックに宇宙彼方へと弾き飛ばされてしまう。気がつくとマリオは、ヘブンズドアにいた。その世界で星の子、 ベビーチコとエメラルドのドレスを着た女性、ロゼッタと出会う。彼女たちはクッパによって宇宙に散らばったパワースターを集めて欲しいという。マリオは地球を飛び出し、宇宙を冒険することとなる。広い宇宙に浮かぶ奇妙な惑星の数々。マリオは特殊な能力で星を巡り、ピーチ姫の手がかりを探す。本作のステージでは、惑星という重力の働いている球状の地形。 または玉をもとに様々なサイズ、形に加工したものが主となっており、スターリングというマリオの発射台となる星型の輪やスターキャプチャーというポイントすることで無重力状態に浮かぶようにマリオを持ち上げるギミックなどを使用しながら数々の惑星からなる銀河を駆け巡ってパワースターを探していく。この球状地形は2000年のゲームキューブの基調公演に使用された スーパーマリオ128から宮本茂が長年温めていたアイデアであり、本作で晴れてゲームシステムとして使用する形となった。球体の逆さまに立つマリオのような印象的なビジュアルや新しい操作感覚を生み出すとともに、球状地形にはこれまでの 3D アクションゲームを作る、上で課されたカメラに関する様々な問題を解決する目的を持たされている。従来では、 スーパーマリオ64以降で使用されてきたフリーカメラによって一応の解決を得ているが同時にこれはプレイヤーにカメラ操作という負担をさせる結果となり開発者が苦慮してきた点であった本作では球場地形を用いることによって壁がなく地の果てもなくなるために迷うことがなくまた球体全体を映すために俯瞰的なカメラを使用することによって プレイヤー側から能動的にカメラ操作を行わずともストレスなくプレイできるように配慮がなされている。一方で様々な惑星を駆け巡るという点から全2作にあった箱庭を探索していく感覚は薄れ 3D マリオのプレイ感覚に 2D マリオの一本動のステージを合わせ持ったシステムとなっている。ボタンによって行えるアクションはスーパーマリオ64 スーパーマリオサンシャインの体型を概ね継承しているが操作には Wii リモコンとヌンチャクを使用するためその感覚はだいぶ異なる。新たな操作としてリモコンまたはヌンチャクを振ることでスピンすることができる。これはマリオ64のパンチやキックマリオサンシャインのノーマルノズルの延長上に位置する 3D 画面に起因するジャンプによる 攻撃の難しさをカバーするための攻撃アクションであり、自分の向きに関係なく近づいてスピンすれば、敵を攻撃することが可能となっている。これ以外にも、スターリングなどの仕掛けを発動させたり、ジャンプ中にスピンすることで、高いジャンプができたりするなど、スピンは様々な用途に使用できるアクションである。また、w ィリモコンを画面に向けることで、ポインターのあった、 スターピースを回収することができるほか、ポインターに向けて入手したスターピースを発射することも可能。もう一つの Wii リモコンを使用してのポインターによるマリオを操作するプレイヤーの補助的な操作も可能であり、マリオにポイントを合わせ、ボタンを押すことでジャンプやスピンをさせる、敵にポイントを合わせることで敵の動きを止める、プレイヤーが同様にスターピースを回収、発射することができる。 2P 側の操作は1ピートの相互協力を主としながらも1 p 側の動きを邪魔することも可能でありまた画面に表示されているポインターを利用して操作とは別に指示を出すことができるなど1ピート2ピートの強い連帯感が味わえることに加えシステム内に様々な遊びの可能性を内包しているこの他にもステージによって玉乗りやサーフィン スケートなどの様々な専用アクションが用意されているが、そのどれもが簡単な説明と直感的な操作方法によって簡単に操作できるようになっている。本作では、これまでの 3D アクションシリーズでは8つだったライフの最大値が通常で3つにまでヘり以前よりもミスし、安くなっているが、どんな攻撃を受けてもライフが減るのは1つだけで、連続で減り続けることはなくなった。 また、全2作までと大きく異なり、どんなに高いところから落ちてもダメージにならず、50個回収で1アップするスターピースを各ステージに大量に設置、難易度の高い箇所の近辺には1アップキノコやライフ、アップキノコを設置することでゲームバランスを保っている。また、従来はミスすると一旦ステージの外に出てしまうのが通例であったが、 今作ではステージ中の数箇所に中間ポイントが設けられ、ミスしてもそこからやり直すことができるようになった。残機が例の時にミスするとゲームオーバーになる。オープニングに続き登場するステージ。ここで最初のシナリオが待ち構えていて、閉ざされたグランドスターを救出することになる。クリアすると放棄星の天文台を探索できるようになる。クリア後はしばらく行くことができないが、 ある程度シナリオを進めれば、子供部屋でパープルコインを100枚集めるシナリオ、天の扉のパープルコインをクリアした後に、天文台の子供部屋からいつでも行けるようになる。放置星の天文台の各地に配置されている生活スペースのような場所。このドームの中にあるスターキャプチャーを使うことで、ギャラクシーへと向かうことができる。ドームには4から5所のギャラクシーが存在し、 ギャラクシー内の各シナリオでパワースターを獲得すればクリアとなる。シナリオが多数設けられているギャラクシーとシナリオが一つしか存在しないギャラクシーがあり、またドームの最後に出現するプラントにおいてグランドスターを獲得すると次のドームをプレイすることができる。通常のギャラクシーとは形態が異なり、後期星の天文台から直接、 スーパースターリングを使用して向かうギャラクシーで、ステージ内のスターの数も、すべて一つである。ゲーム中の BGM は、横田正人が大多数の楽曲を作曲している。宮本茂の強い推薦で、宇宙という世界観を表現するため、専用編成のマリオギャラクシーオーケストラにより演奏されている。従来のマリオシリーズのサウンドは、パーカッションを用いた、ラテン系。 またはトロピカルなイメージが強いとされてきたが、本作では、そのイメージはほとんど感じられない。これまで、マリオシリーズの楽曲を担当してきた、近藤浩二は、数曲のみの提供での参加となっている。スーパーマリオブラザーズ生誕35周年を記念して2020年9月18日に、任天堂スイッチ用ソフトとして、パッケージ版、ダウンロード版ともに本作と、 スーパーマリオ64、スーパーマリオサンシャインの3本を収録して2021年3月末までの期間限定で発売された。スウィッチに付属するジョイコンで、w i ーリモコンとヌンチャクのような操作ができる。また、プロコントローラー使用時はジャイロでポインター操作し、携帯モードでは画面をタッチしてポインター操作する仕様になった。ありがとうございます。